自分たちの手の届く範囲、見える範囲が世界ではない。世界はとてつもなく広いのだ。自らの器を見誤らないことだな。ではアデュー。お静かに。どうぞこちらへ。少しの間、大富殿から姿を隠せます。はい、虫の知らせとでも言うのか。悪い予感がしてあなた様を探しておりました。あなた様の真似をしただけです。とにかく、しばし我慢を。暗闇に目が慣れるまで。申し訳ありません。やはり、巻き込んでしまいましたね。私が話すのをためらっていたばかりに、今よりお話しいたします。あなた様に、これまで隠してきてしまったことを。ありがとうございます。それでは話させていただきます。実は私、密かにずっと大富殿と会っておりました。最初は謝罪のため、私以外の皆に手出しをさせぬためでしたが、
ほどなく求婚されたのです。いえ、求婚とは求婚、結婚してくれと迫られているということです。どうしてですか？私はこう思いました。私が必要とされるならそれも良いのではないかと。まだ返答してはおりません。特に断る理由も持ち得ませんでしたし、戸惑い迷ってしまって。私は自分の意志が希薄なのです。幼き頃より目的は人から与えられるものだったからでしょうか。しかし私は今はその目的すら失い、かつて目指していた場所をただ何とはなしに目指しております。ですが本当は分かっているのです。私はもう自分の頭で考え、自分の足で立ち、自分の目で自分の生きる道を見据えねばならないことを。分かっていながらこれまで行動できなかった、そんな頼りない私ですが、あなた様の決意を聞いたときに感銘を受けたのです。はい、今の自分を良しとせず、常に新しい目的を開拓していくあなた様のお姿は私に勇気をくれました。私もあなた様のように強くありたい。ですから本日は大富殿に私の言葉を伝えたいと思います。ありがとうございます。愛してくださっているのは嬉しいのですが、それを言うならば大富殿からも愛されております。私はもっと別の言葉が欲しいのです。お言葉、私からも今ははっきりと申し上げられます。大富殿、あなた様の求婚お受けできません。良いのです。私は今初めて自分自身で自分の運命を選択しようとしております。こんなに嬉しいことはありません。私の運命の扉、共に開いてはいただけませんか、あなた様。
あなた様、どうせなら最後までかっこよくしていただけるとありがたいのですが、あなた様は囚われの城から私を救いに来てくださった騎士様なのですからね。あなた様、せっかくですから少し踊っていきませんか？誓いのワルツを。